よっこらせっと、よいしょ。はぁ、あ、疲れた。よいしょ。ういよし。はぁ、あ、うわ、またあいつらいんのか。もう、やすこったら、今日も授業のレジュメ忘れちゃったの？だって、ずーっとやすおのこと考えてたんだもん。そしたら忘れちゃったんだもん。もう仕方ない子だな。ほら、じゃあ見せてあげるから、もうちょっとこっちおいで。ほらね、おいで。うん、行くー。講義を受ける席が隣。昼の席どこにしようかな。どっか空いてねえかな。あ、あそこ空いてるけど、ああ、出たよ。ヤスコは今日のお昼は何にしたの？私はハンバーグが美味しそうで B ランチにしちゃった。ヤスオは？え、俺もハンバーグ目当てで B ランチだよ。え、これってまさか以心伝心ってやつ？本当に？私たちってもう最高のカップルだよね。食堂で毎日一緒に飯食ってる。ふぅ、あー寒い。なんかもう冬だな。寒い寒い。え、あいつらあそこまでしてんのかよ。ヤスオはやっぱりどんなアウター着てても似合うね。ヤスコが選んでくれたからだよ。ヤスコも似合ってるぞ。ういうい。ほんと嬉しい。ちょうどアウター2枚あってよかったね。きっと神様が俺とヤスコのために授けてくれたアウターなんだね。アウターオソロとかやり始める。それでさ、マックでチーズハンバーガーを頼んだんだけど、あれなんか、ヤスオがヤスコんち住み着いてるらしいよ。ヤスコ、今日は帰りに何買ってけばいい？今日はカレーにする予定だから、人参とジャガイモと、なんだけど、ヤスオと一緒に買い物行きたいな。え、ちょっと遅くなっちゃうけど、平気？うん、平気平気。家で待ってるね。何分でも、何時間でも、何十時間でも、一生、もうずっと、もう永遠に待ってる。反同棲するやつ。ああ、大学めんどくせえな。ちょっとそこの君。どうやらトレーナーみたいだね。ねえ、安尾、この人私のおっぱいずっと見てた。俺の安子のおっぱいを見てたなんて、許せないな。ポケモンバトルで勝負だ！田中、田中。